はい、もう焼けたんでね、これね、心残りか正義もどちらかちょっとね、分からへんけど、とりあえずタレたっぷりつけていただいてみます。うまそう。あ、うまうま、うん、最高やな、これ。山寺です、今日は京橋に来てます、今からですね、久しぶりに服部さんでちょっと食べ飲みしたいと思います。ここね、相変わらずね、なんか大瓶、赤星大瓶が330円なんですよ。330円、めちゃ安ですよね。ちょっとまた服部さんで食べ飲みいたします。330円、大瓶330円ですよ。安いなこれ。赤星いただきますわ。ではでは皆さん、赤星で乾杯したいと思います。お疲れ様です。美味しいですね。鶏はね、背ぎもと心残りと手羽元ですね。これ骨なしですわ。こちらね、いつもだったら上から味噌だれがかかってるんですけども、ちょっとね、こんがり焼いて、じっくりこんがり焼いて食べたいので、今回はタレなしにしてもらいました。もちろんつけだれはね、あの味噌だれが、味噌だれでこちらですね、いただいてますけども、とりあえず、じっくり焼いて食べたいと思います。ちょっと焼きますね。そろそろね、お肉も焼けてきましたんでね、ちょっと食べたいと思います。はい、もう焼けたんでね、これね、心残りか正義もどちらかちょっとね、分からへんけど、とりあえずタレたっぷりつけていただいてみます。うまそう。あ、うまっうまっ、うん、最高やな、これ。たまらんわ、ほんまに。うん。こちらがね、セギモかな。いただきますよ。うまっ。うまい。うん。ビール進むわ、本当に。うん、やっぱり服部さんはね、もう天下一品やね。美味しい。うん、次に山寺が好きな手羽元ですわ。骨なし。山寺が一番好きな、最近一番好きな手羽元。うん、
次ですね、ハラミを焼きますわ。ハラミ、鶏のハラミ、うまそうやなこれ。なんかあのハラミってなんかささみに見えるね、色がね白くて、けどこう持った感じっていうか見た感じちょっとやっぱ油やな。なんかお腹の身ですごいんでしょう。次ネギも焼いておきましょうか。なんかこれちょっとねお肉一緒につけるのもあれなんで、ネギ、この白いとこもまた美味しいね。これじっくり焼いたらね、白い部分も大事です。これまだ太いわ、ネギ太っ。これでどうでしょうか。いい感じに焼けてきましたよ、ハラミ。なんか本当にね、パッと見にね、なんかささみかな思ったんですよ。色がね、本当に白くてね、鶏のハラミっていう形ではちょっとここで食べたことないかもしれませんわ。うん、またネギもいいですよね。あ、なんかいい感じに焦げた感じがいいですよ。これね、またね、ネギをね、じっくり焼くとね、ネギの甘みがね、すごく出てきてね、いいんですよね。ハラミがね、焼けてきたんで、ちょっとハラミいただきますわ。ハラミいただきますよ。あ、ちょっとね、歯応えがあって、あの噛むとね、すっごいね、あの肉汁が出てきて、うまいわこれ。なんか脂っこいんかなと思ったんやけど、そんな全然脂っこくないんですよ。なんか見た感じね、本当にね、ね、脂っこそうに見える、脂っこくなくて、なんか牛肉で言うならばちょっと身のまでいかへんけども、それに近いような食感で美味しい。うん、おすすめ。うまい。次はこのネギ、ネギもね、やっぱりね、食べないとね。うまっ、ネギうまっ。うまいわ、ほんまに。うん、ファイヤー状態です。うん、うまい。うん、うまっ。こちら手羽元、皮がね、もうパリッパリに焼けていい感じでしょ。たっぷりこうタレをつけて、このね、皮の部分がね、もうパリッパリに焼けてるの分かるでしょ。ネギのとこいただきますわ。ネギの青いところ、
ハラミ。はい、今ですね、服部さんで食べてきましたけど、やっぱりね、久しぶりに食べるとやっぱ美味しいね。ここの、鶏焼肉はやっぱうまいわ。本当に、皆さんね、ぜひ食べていただきたいと思います。超おすすめいたします。で、また赤星がね、安かった。330円ですよ、ダイビングがね。ということです。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。お疲れ様でした。